戦闘の準備は整って。シャドウ、私たちはあなたの元を離れる時が来たわ。お別れよ。守備はどうか。配置完了しました。周辺に人の気配はありません。ですが悪魔月の護送の痕跡については。何か問題が発生したのか。護送用の鉄格子や馬車の残骸は発見したのですが、痕跡から判断する限り数年は経過しているようです。年単位遅れの情報ということか。教団も積極的に我々と情報を共有してくれれば良いものを。だがこの廃村が悪魔月の護送を邪魔する者たちに拠点として利用されていたことは間違いないようだな。果たしてここから奴らの足取りや正体を探れるだろうか。その必要はない。誰だ。隊長、ヒロテが。うろたえるな、警戒しろ。了解。しかしまるでこの村を囲むように。まさか我々は。上か。ディアボロス教団との情報共有が積極的に行われていない。だからこそお前たちはこういう誘いにも乗ってくる。何者だ。我々はシャドウガーデン。影に潜む影を狩る者。お前たちを殲滅する。殲滅だと。それはこちらのセリフだ。獣人か、ヘルムラ。ならひるませる。うわっ、スライム。なんともない。コケ脅しか。イプシロン、踊れ死のロンドを。うわスライムが音に反応して硬質化したらと。こいつらただの賊ではない。今頃気づいてももう遅い。今夜お前たちはここで死ぬ。真後ろ、いつの間に。暗殺者か。ブイなこいつ勝手に転んで。刀を投げたのか。味方でも読みづらいというのに、あなた方が初見で読めるわけがないですよね。私の攻撃はもう少しわかりやすいですよ。避けられるかどうかは別の話ではありますけど。バカな。こんな一方的に。言ったでしょ、殲滅すると。だけどすぐには殺さない。
あなたたちを助けに来るであろう聖教、そしてディアボロス教団に関わる何者か。我々シャドウガーデンの用があるのはその何者かに対して。だからまずは力を示すことよ。難しいことじゃないでしょ。戦闘の準備は整っているわね。下準備は大行きます。僕も私が弱いこんなものじゃないの。ありゃこんなに出ていくしかないのだよね。大変だ。弱いこんなものじゃないの。切るか。あいつ流れに逆らわず身を任せようか。君はついてこれるかな。攻撃します。あれは弱いこんなものじゃないの。逃がせない。大丈夫、まだ修正可能だ。お疲れ様でした。私たちの力をもってすれば当然の結果です。まずは力を示すことよ。力を感じるよ。特訓の成果が出てきたね。特訓の成果が出てきたね。特訓の成果が出てきたね。これでもっと大きな獲物。これでもっと大きな。嬉しい。あれ、何日経った？研究で全夜。ここは各地から戦闘の準備は整っているわね。下準備は大切よ。突破口は私が開きます。
みんな、私についてきてください。デルタが終わる。相手になろう。そこだ。次です。バカだ。計画を中止。まだまだ怖い。よかったな。まだまだこれからだ。バカだ。レッスン1。まだまだデルタが怖い。戦う手段はあるだろ。やっ、デルタの獲物。そこまでじゃないよ。潰します。デルタの一撃。甘い。攻撃します。最強の剣を間近で見れるなんて思っていませんでした。ありがとうございます。それより古代文字の解読の方は進んでいますか？実験のお金。情報を聞き出す必要がありそうね。手加減しなきゃダメよ。バス、一緒に狩りするので。デルタもやる。楽しそう。次へ行きましょう。計画を中止。まだまだ怖い。はっしょ、はっしょだー。ここまで来ましたね。レッスン1。相手に怖い。戦う手段はあるのです。逃しちゃない。デルタの一撃。攻撃します。あなたがこれからだからね。レッスン2。デルタが怖い。情けない。はっ。デルタなら余裕なのです。これからお昼寝の時間。実験。主様、これで少しは成長して。いや、
これで箱い当たら まずは力を示すことよ。難しいことじゃないでしょ。そう、これから私たち七影のシャドーガーデンの本当の戦いが始まる。アルファ様、全員揃いました。ありがとう、ベータ。それじゃあシャドーガーデンの今後の方針について会議を始めるとしましょう。ここ全然快適じゃない。仕方ないですよ、イータ。あの建て売り住宅はこの廃村においてはどうしても目立ってしまいますから。だからって壊す必要は。ああ眠い。デルタも眠くなってきたのです。会議はいつも眠くなるのです。まあそのままでいいから聞いてちょうだい。現時点での目標を整理して今後の行動の指標と目的をまとめさせてもらったわ。まず第一に行うべきはディアボロス教団の調査と悪魔月に関する呪いの研究。調査と研究はこれまでにも行ってきたことだけど、今後は様々な場所で情報を収集してもらうことになる。よって今後は教団との直接的な戦闘機会が増加する。これに伴って私からみんなに提案があるのだけど。提案？ええ、それは剣の積極的な使用よ。剣ですか？どうしてなのです？奴らを狩るのに爪じゃいけないのです？シャドウは私たちに剣を教えてくれていた時、彼の剣と同じ形状の剣を使わせて同じ剣の型を学ばせていた。そしてある時を境に自分自身で鍛錬を積み個性を伸ばすように命じたわよね。だけどかつて七影全員に同じ剣を学ばせたこと、この事実は今後のガーデンにとって大きな意味を持っている。なぜなら今後の私たちの剣はシャドーガーデンという存在を表す剣、つまりシャドウの振るう剣そのものでもあるから。なるほど。だからそれぞれの得意武器とは別にガーデンの象徴としての剣を使うべきということなのですね。さらには様々な獲物の使用を避け剣に統一することでガーデンにおける個人の特定を妨げることができますね。シャドウ様、そこまで考えていらっしゃったとは。みんなそれぞれに得意な戦闘スタイルがある。シャドウが私たちに個性を伸ばすよう命じたのはきっとその才能を無駄にしないため。だけど本格的にガーデンの一員として活動する以上、普段の戦い方については手口を含めて可能な限り統一すべきよ。剣は嫌いじゃないけど場合によるかな。もちろんゼータのように重宝メインで動くのであれば剣以外の様々な獲物を使った方が都合がいいでしょうし。正直あんまり興味ない。強敵との戦いや確実な勝利が求められる時のように得意なスタイルで戦うべき状況が少なからずあるのも事実だから、あくまでこれは努力義務ということにするわ。だけどゆくゆくは
そういうつもりでいてほしい。それじゃあこれからも爪で飼っていいのです？ええ、だけど剣の訓練も怠らないように。わかったのです。ところでアルファ様、今後ガーデンの規模拡大と秘匿性を両立させるとなると、ここを拠点にしていては限界があるように思うのですが。ええ、あなたの言う通りよガンマ。だからこそ我々が力を高める上で早急に新たな拠点を見つけることは直近の課題でもある。新しい家。その点を含めてここからが今日の本題。ベータよろしく。はい、新たな拠点探しも含めた各自の行動指標をまとめさせていただきました。まずはこの私アルファ、シャドウガーデンの総指揮と統括を担当させてもらうわ。全体を管理するリーダーとして活動しつつ、人員が必要な作戦や計画には随時参加する形となる。要は専門性の高い事柄を除いての何でも屋ということ。責任重大だけど粛々と務めさせてもらうわ。私ベータは情報の分析と記録、教団の調査および悪魔付きの救助を担当します。どちらかといえばデスクワーク寄りですが、現地での情報収集や調査が必要な作戦には積極的に参加していくつもりです。ガンマにはガーデン全体の運営と調整を担当してもらいます。これからの戦いには先立つもの、世界に影響を及ぼせる資金力と政治力が必要です。つまりガーデンが力をつける上での発展と懐事情は私の知性にかかっていると。お任せを。デルタには直接戦闘を専門に担当してもらいます。これは悪魔付き救助の際に高確率で発生すると考えられるディアボロス教団との戦闘を含むものです。奴らとの戦いならデルタに任せるのです。助けるよりも狩る方が得意なのです。イプシロンは悪魔付きの救助における実動要員として、様々な局面でのバックアップを担当してもらいます。私が裏方ですって？とても大切な仕事よイプシロン。各方面のサポートには繊細な気配りとセンスが求められる。あなただからこそこなせる影の役割と私は信じているわ。アルファ様。かしこまりました。この緻密のイプシロンにお任せを。ゼータには引き続き教団関係の情報を探ってもらいますが。もしかしてそこからさらに仕事を増やすつもり？その通りよゼータ。我々が次の拠点とするにふさわしい場所、それをあなたに探してきてほしいの。新しいネグラ候補だね。そういうことなら、イータにも引き続きガーデンに有益な研究開発を。うん、おにゃの。あ、やっぱり寝ちゃってますね。今後に増えていく拠点の建築関係についてもいろいろと関わってもらおうと思っているのだけど。あ、わかった。考えとく。おいよ。こいつ、起きてるのか寝てるのかはっきりするですよ。寝てるよ。ともあれ、おのおのの活動指針が決まった以上は、やるべきことに全力で取り組むということですね。ええ。シャドウガーデンの新たな一歩はこの瞬間、静かにけれども確実に踏み出される。拠点
ここより大きくて広い必要あや始まったみたいね。そろそろ私も動こうかしら。